ういっす、こんにちは、ある東大生実況者、しゅんです。今回はですね、ドラゴンクエストタクトのドラゴンクエスト2の、キャラクター、トンヌラ、プリン、そして、ハーゴンの才能開花が決定したので、まあ、そちらのですね、考察を行っていこうかなというふうに思っております。それでは、早速やっていきましょう。まずはですね、まあ、才能開花追加キャラクター、ご紹介ということでですね、これ確か7月1日ですかね。7月1日に、トンヌラ、プリン、ハーゴンが、まあ、開花していくという感じなんですけど、どうすかね。まあ、嬉しいんだけど、虹の枝、虹の花、足りないっていうね。まあ、僕とか3、4目に全部開花したから、これまたどうしよっかなっていう、まあ、ちょっとアンケート取って、まあ、見たいなっていうキャラクターしていきたいとは思うんすけど、っていう感じですかね。はい。まあ、あんま足りないかなこと、まあね、開花もうね、40巻じゃ、正直言って足りなくなってきてるんで、まあこれもしかしたら伏線だと思っていて、2周年ですね。2周年の時に、まあ80入りすぎかな。まあ40、50巻まで追加とか、60巻まで追加とか。で、しかも巻き戻しってめちゃくちゃうざいじゃないですか。で、巻き戻しが、禁止というかなしみたいになっていくと結構いいのかななんて思ったりはしますね。はい。で、ここからは、まあステータスですね。これ開花後のステータス予想になっておりますね。で、ドラケ2のキャラクターは割かしね、HP が低い。まあ特にトンネラとかそうなので、まあ、3、4名の開花の、ステータスに準拠して作りましたというところですね。まあ、道中に HP プラス50が、一つあるという過程で作ったものですね。はい。で、見ていきますと、まずはですね、HP が1077、82。まあ、9大点かな、ギリギリ。まあ、グレドラとか煉獄長よりは高いんで、まあまあっていう感じかな。で、MP が418で69位。まあまあ普通というか、まあ高めですかね。はい。で、攻撃力が573ということで、ピサロと、もう一体誰だっけ、打天使エルギオスだっけの次ぐらいかな、トンヌラ。めちゃくちゃ攻撃力が高いという状態。アンルシアか。多分アンルシア、トンヌラっていう状態で、なんと攻撃力3位。これは偉いっすね。で、守備力が343で143位。で、素早さが412。素早さがね、遅いんだよね。412。113位。賢さが逆に無駄に高くて、35位と。まあ、基本的には物理アタッカーだというふうには思いますね。はい。で、移動力3のウェイト60という感じで、ですね、まあ、攻撃力3位からのですね、待機晩成という技で、まあ、相手を、倒すことができたら、攻撃力と賢さを2段階上げるということで、まあ、1ターンに、2、3ターンだけど、2、3段階だね。2、3段階、まあ、火力を上げられるってのはさすがですね。はい。で、ですね、ただしね、まあ、素早さがね、まあ、遅すぎるということですね。はい。で、まあ、闘技場であまり期待できないかなというふうに思いますね。まあ、なんか、なんだっけ、呪われし盾とか闘技場で防衛パンに使うだろうみたいな、防衛パンに使うとか言ってた人もいたんですけど、まあ、正直闘技場って、まあ、基本はやっぱ攻めだと思ってて、まあ、受けでもいいんだけど、受けだったら妨害タイプあんま関係ないというか、まあね、フォレストドラゴンとか使えば簡単に受けれるんですけれども、まあ、いずれにせよ、なんだろうな、まあ、基本的には素早さ早い方が使いやすいと思うんで、まあ、闘技場はちょっと難しいかなっていうふうに思いますかね。まあ、鈍足の英雄とかだったら、ビアンカーとかの方が、まあ、バフ、要するに受けで使うんだったら、まあ、ビアンカーは素早さ450ぐらい一応あるんだけどね。はい。まあ、戦いのベホイムとかで耐久できるんで、まあ、僕はそういう使い方、まあ、ちょいちょいしてるかなっていうふうには思いますかね。はい。まあ、なんで、トンネラも一応受けとしては使えそうな気はするっていう感じですかね。まあ、ただ、まあ、正直言って、まあ、開花されてもですね、これ、守備力と HP はマジで、まあ、A ランクとか、まあ、下手したら B ランク並みとかで、まあ、全然大したことないんで、はっきり言って。ってことを考えたら、まあ、どちらかっていうと、まあ、闘技場寄りにはなってほしいなっていうふうには思いますね。まあ、そうなった場合、なんか戦闘開始時に、まあ、素早さが大幅に上がるみたいな、まあ、ゲメン将軍とかアリーナみたいな、まあ、ああいう、その戦闘開始に素早さが上がる系の、まあ、バフ開花みたいなのあれば、あって、まあ、なおかつですね、まあ、広範囲、扇形台とかの、なんか、物理技、特に無属性とか手に入れたら、まあ、結構使いやすそうだなって。まあ、ギラでも言っちゃいいけどね。うん。まあ、ギラの必中技とかでも全然。まあ、ギラの広範囲ってあんま少ないんで、まあ、そういう意味であってもいいのかなっていう風には思いますかね。ただ全部ギラってちょっとどうかと思うけど。ということで、まあ、トンヌラに関しては、まあまあ、弱点がわりかしね、耐久がゴミとかって、耐久がゴミで、まあ、火力だけ正義みたいな感じで、まあ、かなりしっかりしてるんで、まあ、そこそこ期待できる回かなんじゃないかなっていう風に思いますね。まあ、弱点がしっかりしてるキャラクターはわりかしなんか強キャラになるイメージがあって、なんかよくわからないキャラクター、まあ、サンタリーズレットみたいな、まあ、そこそこ強いでしょみたいなキャラは、なんか残念開花になるイメージがあるので、まあ、そういう意味ではトンヌラには期待していきたいですね。はい。で、続いてプリンですね。
じゃあまずステータス見ていくと、これやっぱトンヌラと比べたらすごいですね。 HP がまあ1138あって59位で、 MP が575で5位で、守備力も420とこれかなり高いですよね。呪文キャラにしたらすごい高くて60位で、素早さがまた鈍速ですね。365で174位で、賢さが480で4位という感じで、まあ、MP と賢さがあるっていう感じですかね。はい。で、耐久もまあ十分高くてですね、まあ例えばバフとか、まあ簡単に言えば守備力を装備で持ってですね、で、バフを入れてあげれば、まあ守備力900台っていうのもまあ全然可能なんで、それ考えたらまあ弱いわけがないですよねっていう状態ですかね。はい。で、プラス、まあ、かなり、まあ、プリンの場合はですね、まあ、個人、貫突のランク7ぐらいにはしてるんですけど、まあ、トンヌラもしてるけど、貫突のランク7に。ただ、ですね、ほとんど使わなくて、まあまあ、今でも使えるポテンシャルみたいなのありそうなんですけど、まあ、耐性がちょっとというかかなり気になって、まあ、イオテイン系なのにメラが弱点っていうのが、結構致命的で、で、イオは、やっぱりメラ激減だと欲しいし、で、電系は、まあ別にメラ、ね、激減である必要性はない特性なんですけど、ただ、まあ、なんだっけ、メラ系って結構ね、なんか耐性おかしいやつが多くて、アリーナと、まあ、キラマシン2とかなんだけど、確か二人ともデイン弱点なんだよね。で、リオとかはデイン激減だけど、っていう状態で、まあちょっとね、変なやつが多いんで、で、そういうので、ちょっと難しいかなと。マーブルもデイン弱点じゃなかったかな。で、マーブルは確か E を使えるからデイン弱点で、まあ合ってるっちゃ合ってるんだけど、っていう状態で、まあだから、意外とというか結構刺さんないんだよね。そのメラ弱点が邪魔で邪魔でしょうがないみたいなのが、なんか割かし多いイメージかなっていう風に思ってますかね。まあただ、まあデインの雷光の追撃とかあるんで、なんかデインの大幅強化来るんだろうなっていう風には思いますかね。ただ、偽名将軍もね、ちょっとまあ要弱点ということで耐性がおかしいキャラクターなんだけど、また耐性がおかしいキャラがデインで増えるのかっていう感じで、なんか結局耐性がある程度素直なマルティナとかが、なんか、結構意外とというか、まあそこそこ使われるのかなっていう風な想像はしてるかな。まあただ別に射程がまあ4あれば、あんまりまあ敵からの攻撃受ける可能性って少ないんで、射程が4とか、まあアクヨナズみたいな感じで射程5とかいけば、まあそのね、体勢がおかしいとは気にならないので、まあプリンに臨むことっていうのは、まあこう射程になってくるかなっていう風には思いましたね。はい。で、続いてハーゴン。ハーゴンステータス見ていきましょうか。これかなりやばいんだよね。HP が1238で27位で、 MP が548で11位で、攻撃力関係なくて守備力が5ミリと305で190しかないと、191しかないという状態ですね。まあ、ただ闇の衣で非ダメージ 20% カットあるんで、まあ、そこら辺で、一応カバーというかはできるかなという感じですかね。で、素早さが525、めちゃくちゃ早い。呪文キャラの中でもなんかかなり早めですよね。まあ、物理とかが割と早いの多いんですけど、その中で525は偉いよね。で、ない。で、賢さも482で2位ということで、まあ、指導がなぜか1位なんだけど、2位がハーゴンということで、まあ、ドラクエ2の、指導ハーゴンが、賢さ1-2フィニッシュと、で、プリンも4位かなっていう状態ですね。で、出た当初、ハーゴンってのはめちゃくちゃぶっ壊れって言われてて、まあ、正直僕以外、みんながぶっ壊れって言ってたんですよね。で、僕は実際に使ってみてどうだったかって言ったら、当時はね、燃費がゴミだったんだよね。なんか3回ぐらいしか技打てなかった気がするんだよな。だから、まあ結果としてほぼ使われなかったっていう、高難度で全くもって使い物にならないっていうのが、まあ当時の、まあ結局最終的な評価だった気がしますね。で、ですね、まあハーゴンに関しては、まあやっぱ射程がこう広い技ですね、をまあ一つ手に入れるだけで、まあ一気に人権レベルまでのし上がれるスペックですね。はい。まあステータス高いんで、やっぱりこのゲームステータス、正義みたいなとこあるので、まあそういう意味ではすごい期待したいですね。で、あと燃費も面もですね、何だっけ、まあ結構前、いつだったかな、まあ半年前ぐらいにですね、技の燃費っていうのがまあ改善されてですね。で、それで、まあいろんなモンスターがまあ燃費すごい良くなったんだけど、で、一番ね、そこに恩恵を受けたのは実はハーゴンだったんですよね。で、ハーゴンが確かね、60か、下手したら70ぐらい変わったんだっけ。だから、二つの技がなんか35、35とかなんかそんぐらいなんか下がった気がしますね。ちょっと、詳しい数字は覚えてないですけど、めちゃくちゃ落ちてるんで、実は結構強化されてたんだけど、その頃にはもうなんかいろんなキャラが才能開花とかされてたから、なんか見向きもされないみたいな。いや、デスタムーアでいいじゃんとかっていう状態だったんで、まあそういう意味では、ハーゴンには期待していきたいかなと。で、まあ、ヨドルマ使えるって、まあ、結構珍しかったりするんで、まあ、ハーゴンに関してはかなり、期待ができるんじゃないかなって。まあ、ステータス高いからね、よっぽど変な技を覚えさせられない限りは、やっぱ魔王としてそれなりに使えるんじゃないかなっていう風に思いますね。まあ、特にこの素早さ7位っていうのがめちゃくちゃ偉くて、これで、やっぱり、まあ、なんて言えばいいんだろうな。広範囲とかだったら、
闘技場とかでも全然使えるようなスペックかなって。で、呪いのイメージあるんで、そういう意味ではね、なんかね、呪いもね、なんか広範囲でかけれたら、かなり強そうだなといった感じで、まあ期待はしてるかな。個人的にはハーゴンが一番やってみたい、ですかね。で、次がトンヌラかな。トンヌラちょっと面白そうである。で、最後はプリンかな。まあ、プリンはなんか、なんとなく想像つくから、あんまり期待してないっていう感じですかね。まあ、ですね、3体の、まあ、開花があったということで、まあ、4月1日実装なので、まあ、おそらく、ここから、日曜、月曜、火曜という感じで、開花のですね、なんだろうな、詳細っていうのが明らかになっていくと思うので、まあ、こんな感じで、まあ、詳細をですね、紹介していって、まあ、考察っていうのも、まあ、明日からやっていこうというふうに思っておりますので、気になる方はぜひ、高評価と、そして、チャンネル登録、お願いします。ご視聴ありがとうございました。